眠りにつく前のひととき、アルフレッド・アドラーの嫌われる勇気の世界をどうぞお楽しみください。過去に支配されない、感情などただの道具に過ぎない、目的を達成するための手段に過ぎないとなると、人間の感情を否定することになりませんか？それは私たち人間をも否定することになりませんか？感情があるから、喜怒哀楽に揺さぶられるから、私たちは人間なのです。感情を否定するなんて、そんな虚無主義には賛同できません。いいえ、感情の存在を否定しているのではありません。誰にでも感情がある、当たり前のことです。しかし、もしも人は感情に抗えない存在であるとおっしゃるのなら、そこは明確に否定します。私たちは感情に支配されて動くのではありません。さらには、過去にも支配されないという思想がアドラーの哲学なのです。過去にどんな出来事があったとしても、そこにどんな意味付けを施すかによって現在の在り方は決まってくるという考え方です。もしもあなたが原因論の住人になってしまえば、過去に縛られたまま、この先ずっと幸せになることができなくなります。過去が全てを決定し、過去を変えることができないのであれば、今日を生きる私たちは人生に対して有効な手立てを何も打てなくなってしまいます。可能性を考えてみましょう。あくまでも人は変われるを前提に考えるのです。私たちの自由意志を否定し、人間を機械であるかのようにみなしているのは、むしろ原因論なのだと理解してください。人は過去の原因に突き動かされるのではなく、自らの定めた目的に向かって動いていくのです。このままでいいのか、自分のことを好きですかと問われたら、どう答えますか？胸を張って自分のことを好きだと言えますか？叶うなら違う誰かになりたいですか？少なくとも別人になりたいとは思っていないという人がほとんどではないでしょうか。多くの人が自分がこの私であることを受け入れているのです。けれども、このままの自分でいていいのかというと、それは違うかもしれません。もしも幸せを実感できずにいるのであるならば、このままでいいはずがないのです。立ち止まることなく、一歩前に踏み出さないといけません。大切なのは、何が与えられているかではなく、与えられたものをどう使うかであるとアドラーは言っています。何が与えられているかにばかり注目するのではなく、与えられたものをどう使うかに注目するのです。裕福で優しい両親のもとに生まれる人もいれば、貧しくて底意地の悪い両親のもとへ生まれる人もいます。この世界は平等ではないと感じている人もたくさんいるでしょう。でも、何が与えられているかに執着していて、現実が変わりますか？生まれながらの不幸なんて存在しないのです。もし今あなたが不幸なら、それはあなたが不幸であることを選んだからなのです。もちろん、自らの生まれを選ぶことは誰にもできません。
この国に生まれること、この時代に生まれること、この両親のもとに生まれること、すべて自分で選んだものではない。にもかかわらず、それらは大きな影響力を持っています。不満もあるでしょうし、他者を見てあんな境遇に生まれたかったと思う気持ちも出てくるでしょう。けれども、そこで終わってはいけないのです。問題は過去ではなく現在のここにあります。アドラーは人生における思考や行動の傾向、性格や気質のことをライフスタイルと名付け、このライフスタイルは先天的に与えられたものではなく自分で選び取ったものであると説明しています。であるならば、この先どうするかはあなたの責任なのです。これまで通りのライフスタイルを選び続けることも、新しいライフスタイルを選び直すこともあなた次第です。それでもなお変わることができないという人は、自らに対して変わらないという決心を下しているからなのです。いろいろと不満があったとしても、このままの私でいることの方が楽であり安心なのです。ライフスタイルを変えようとするとき、私たちは大きな勇気を試されます。あなたが不幸なのは過去や環境のせいではありません。ましてや能力が足りないのでもありません。ただ幸せになる勇気が足りていないのです。アドラーの目的論は、これまでの人生に何があったとしても、今後の人生をどう生きるかについて何の影響もないと言っています。あなたはあなたのまま、今ここで勇気を出してライフスタイルを選び直せばいいのです。さあ、今夜はここまでです。この続きは次回をお待ちください。